今回は137回目の桜モーニングクルーズの様子です。会場は埼玉県幸手市の権現堂公園の駐車場で、午前中から33度と厳しい暑さの中で通常通り開催されました。夏休みの真っ最中であり、ご覧の通り普段埋め尽くされる会場はガラガラで 40-50% 程度にとどまった様子でした。会場は8時半頃からですが、エアコンのない旧車に乗る方は顔出し程度で、会場を後にする方が結構いらっしゃいました。それでは会場の様子をご覧いただきましょう。ここからは会場を早々に後にされた個体を中心に静止画像でご紹介します。
こちらはナンバーから見ると埼玉県に隣接の千葉県ですが、結構厳しそうです。いかがでしたでしょうか。この暑さの中、三角窓の効果を改めて実感されたオーナーさんもいらっしゃいました。